たいところカットするから。すまんね。いや、ジェイコ確かに1000円ぐらい。まあ、確かに、うん、確かに安いんだよ、回線は。でもな、この今リモートの時代になってしまったから、なんか頑張ってほしいな、回線攻めて。攻めてもうちょっと強くしてほしい。で、今なんかめちゃくちゃメロンソーダ飲んでる。ん？メロンソーダ飲んでる。ああ、なんか分かってきます。買ってよ、あったな。あ、あそこもメロンソーダ売ってねえんだ。UFO もね、何気にある、ちなみに。うん、あそこ人口あんまりねえじゃん、UFO、うん、パソコンもいいと思うし。でもそういう人多いよね、なんか意外とコンビニのさ、フリー Wi-Fi で動画上げてる人。あ、やっぱいるんだ。うん、なんか見たことある、聞いたことあるよ。そ、コンビニも強い、ちなみに。意外と、なんかセブンスポットね。ちょっと制限かかってしまった時は、いや、まあ一応ね、タダで使うのは申し訳ないから、コンビニでコーヒーか、コーヒー1本買って飲みながら外でずっと動画上げてるとか。それゲームやるのにわざわざ Wi-Fi 使いに行ってるとかいう人聞いたことあるよ。大丈夫？一応なんかみんな、何かしら一応飲み物を買ってみたいな。そうしようかな。まあそれも手だけどね、ただで使えるから。ちょっと時間使っちゃうから、そうしようか。ただこれが繋がるかどうか。どこに持ってくる？
けだよ。何言ってんの、ふざけんな。動画撮ってあれ、ただのホームストッキング。天はね、でも優秀だ。ああ、入れる。ああ、今日ガスってて素敵だね、山は。そうしよう。そうだよ、そうすればって。すぐ何でもああいうものを見てイラッとしちゃうのを直そうって、ちょっとしみじみ思う時がダメだなって。でも解約しようとしたことで原点に戻るんだよね。そうだね。結局はこっちよ。まあ確かにいいなって。今こんなご時世だし、周りがほとんどジェイコムの回線ばっかだから、そりゃパンクするよなって。だけどもうちょっと強くしてくれよだったらっていうのはある。弱い、ちょっとセブンスポット現在の状況だと弱くなってる気がする。ちょっとすぐ通信障害出過ぎなの、早く直して。湘南がね、ありがとうって言われたら、ってびっくりしちゃうっていうぐらい湘南クソしかいないんです。ありがとう。足かゆいね。暑いな、太陽が。で、何をしてるの？ライオン丸ポップのライオンマル。ポンプペって言って。ポンプペ。ポップって呼んで。ポップ。あ、来たよ、ほら。ポップ。来たよ、いい子だね。ポップ。青信号になっちゃったから、また後でね。どうしたの？頭パスって。ポップが聞かれた。え？え？何も溜まってないじゃん。油っこくないし、あそこにある車の半分以上はもしあれは覆面なの
変なオーラ出てるよな、覆面も。バイオリン。ポップが舐めていいのかと思って寄ってきたのに、もうさしてくんないからあっち行っちゃったよ。来たいんです、かわんでいいんですよ。まつりが届いちゃうから邪魔だから横でプラプラですが、ババ臭いね、ペンだって、ペンってペン。てない痛い痛い。乳首当てゲームハードバージョン。乳首当てきゲーム。乳首当てきゲーム。やめろよママ。あ、痛い。よし、シャッシャッシャッティ。痛い。だ、乳首当てゲームハードバージョンとかいいんだよ。パプの乳首当てたらね、100円あげる。ずれてる乳首。あ、痛い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 よ。から危ないって。何も危なくねえよ。頭危ない、痛いな、やめろって。溺れてさ、溺れててクーってやってさ、こうなかってる。いや、そしたら死ねばいいじゃん。死ねよ。すげえなこの人って。死ねよりやじだって言っちゃってきた。でもその後君がいろいろ書いたら、いろいろあったのねってしょんぼりしてんのがちょっと、うん、なんだろう、ね、誰あの人。ああ、長野の知り合い。あ、長野の人なんだ、うん、ちょっとあのコメントが今日今日一番ウケた。町田に住んでた人。やじ死ねよって。で、長野に移動してどっか行っちゃった。町田に前まで知り合いだったんだけど、長野に行くって、うん、でそっからどっか何してるのよ。お前の車白鶴みたいな。なんかああいう日本酒あったよ。白鶴、白鶴だっけ、うん、日本酒、うん、さすがヤンキーって言っちゃう。ヤンキーだ、絶対だった。ヤンキーだったでしょ。なんでだよ、どう見てもヤンキー。どの辺がだよ。キルノから日の出って日の出山のこと言ってるよね。あ、オッケーオッケー。日の出山のあれじゃ、御嶽の方じゃ、日の出って、御嶽さんも駐車場もうちょっと安かったらな。ただもうちょっと右早く行ってくれよ。生きてるのもあるけど、うん、加速してるところに入ってこれるのが一番俺困る。そうだね、うん、ガッチャンされても文句言えないレベルで。すげえアドバンテージ出て、これから加速かなって時にさ、意外ってくれたら全然許すけど、そうそう、全然許すけど、じゃないと元気で、お前来るんか結局は。来るならもうその勢いで来てよっていうのに、なんか変なところでブレーキかけてさ、
躊躇されるの一番危ないよね。大丈夫、もう分かった、大丈夫、ぶつかんないから、もう分かったから行けみたいなさ、っていうのがあるよね。なんかちょっと魔除けのなんかお守り買おうかなって気になってきたよ最近。俺、いやもうまだわ、こういうの困る。あの練馬って感じだもんね、乗り方がね。あいこいしょくとさ、やっぱりちょっと見るのもにさ、ここ山の方にさ行くってんよね。小山のさ、小山とかのさ、どうですか？ピシーンってやってみていい？一回ちょっとやってみるね。はい。痛い。ちょっと痛いって確かに。え？ゼローって言って。何が？前の車の後ろのバ。ピローって動いてちょっと連動してて。なんで動いたの？間違ったでしょ。絶対慣れてないでしょ前の人。大丈夫。だって今必要なくなる、なんか動かす必要、今なんか絶対間違ってるよね。動き方がちょっと浮き、あ、もう絶対おかしくない、なんて動くのあれ、絶対間違ってるよね。水も出てないし、水も出てないし、あ、やっとおかしいだろう。もう練馬さんちょっと大丈夫、消し忘れてね、絶対消し忘れてるよね、なんかずっとついてるよ。どうしたんこれ、これがコナンだったら、あれに込められたダイイングメッセージを解けない。なんぞ、あれ、何ですか、ガンタみたいな感じでしょ。ゲンタ、ね、ゲンタか、ガンタってヒーどれだお前、ガンタあれだ、ガンタケロッピーだ。なんだよケロッピーって、ケロケロケロッピーでできねえじゃん。はい、ゲンタケロッピー、うわ、超山綺麗。やっぱ雨降り山なだけあって山頂の高さに広がる。通ったし俺。昨日ここの小峠。通った。ああそう。昨日私とここはねずっとお家でねお昼寝してたもんね、いい子で。俺ね、この時間帯はね。超昼寝してた、昨日この太って。この時間帯多分こんな感じで釣りしてたよ。この時間何してたか教えてあげようか。ポップが私の隣にひっついてひっくり返って白目向いて寝てたよ。私も寝てた。外でおしっこしてる船のところで超汚ね、それしかねえんだもん。ああもう海の魚みんな死んだ、みんなそれしてんだもん、死んだ。でね、社長とかにね、新人がしぼんでてないですよ、今は。言うわけわかんない。社長楽しそうだった。そう、社長だ、社長でさえしてんだもん。垂れ流せんですよ。垂れ流せんじゃねえよ社長。なんかあるだろう、簡易トイレ用意せえや。一応あるんだけど、でも簡易トイレってさ、本当にさ、いざって時に取っときたいよね。そう、レンタル用だから使うわけにもかないんですよ。うんこはお気に置いてってやるから、そこにしろっつって。うんこは、ポフの匂い袋持ってきて、じゃあこれ犬のうんこ袋なんですけど、これ匂いませんよっつって。きつね。そこはやっぱイオンボールできるっていうのちょっと。で、書いてあったじゃん。前の車、ちょろーって動くのやめたでしょ。まだ気づかない、大丈夫。とか、うわぁ、水戸納豆、お前、茨城方向違う、茨城方向違う、水戸に、ああ、私は納豆を食いに来たんだったら、自分と帰ればいいじゃん。それはちょっと違う。あなたさ、何、あのさ